後藤輝樹です。公暦2679年、令和元年、西暦2019年、今、15時7分、まあ午後3時ぐらい、ですかね。ちょっと今パソコンでそれに時間見たんですけれども、今回は、どういう動画撮ろうかと思、というと、まあタイトルを見ればわかると思うんですが、後藤輝樹は、今年の参議院選挙、NHK から国民を守る党を応援しません。なので、NHK から国民を守る党には絶対に投票しないでください。正直、この動画を撮るのは、自分的には、心苦しかったです。っていうのは、僕は別に NHK から国民を守る党の方々、まあ、立花さんも含めて、揉めてないですし、円満というか、何の恨みも何もないし、あるとすればもう愛情だけ。まあ、愛情というか、まあ、俺愛してるって言ってるぐらいですから、何のトラブルもないんですけれども、はい、これ言っとかなきゃいけないなと思いまして、撮ってます。まあ、今まで僕は NHK から国民を守る党をずっと応援してきた立場なので、言わなきゃいけないなと。僕は結構、立花さんも含めて、NHK から国民を守る党の方と会って、実際お会いした時にもう皆さん優しくしていただいて、僕からすると皆さんいい人なんですけれども、うん、なので、うん、正直取りたくないです、うん、だってもうメリットないじゃないですか。メリットがこんなこと言っても叩かれるだけ、NHK が国民を守る党信者から嫌われる、叩かれるだけ で、で友好関係が友好関係であるものが、そういうひび入る可能性もあるし、うん。だけどこれ言わなきゃいけないなと。なぜかっていうと、俺は今まで応援してきて、あれちょっと違うなって思ったんで、でもそこでスルーしちゃったら、俺ずっと応援してるっていうふうに思われるじゃないですか。それはやっぱり良くないですし、自分は今こういう気持ちだと。で、だから応援してる。だから応援していない。っていうのを言わないと、いけないなと思いました。本当はだから言いたくないです。言うのもちょっと怖いです。だけど、言わなきゃいけないなと思って撮ってます。はい、で、もうなんで、まあ、じゃちょっと応援できないかって言いますと、まあ、応援っていうか、そうですね。まあ、書いてきました、事前に。1、理念、思想理念の違い。まあ、ざっくりとなんですけどね。1、思想理念の違い。2、ガバナンス問題。3、無責任っていう。まあ、これ、ちょっと、まあ、事前に挙げるとすると、こういう感じです。そうですね。僕は、まあ、実際、どっから話そうかな。どっから話そう。そうですね。まあ、よく NHK から国民を守る党を叩いてる人とかいるんですよ。NHK から国民を守る党は議員としてふさわしくない、人間としてちょっとおかしいみたいな、そういうことで叩いてる人いる。で、立花さんは、いや自分はクズやでと、人間としておかしいで、なんか問題あると、そういう感じでやっていました。で、僕も別にね、議員が口悪、俺も 口悪いんで、議員が口悪くてもいいと思うし、なんつうんですか。まあ、多少ね、ちょっとやんちゃなところがあっても、僕はいいと思うんですけども、で、田島さん自身自分クズやで、と。それでやってます、みたいな感じで。でもちょっと正直、自分クズですよ、だから、クズですよっていうその許容レベルをちょっと超えちゃってる気がします、僕からすると。うん。やっぱ、多少はやっぱ、いいと思うんですけど、ちょっとその限度はちょっと超えちゃってるかなと思ってて、で、そういう人間性とか、ヘイトだとか、そういうので叩いてる人はもう昔からいるんですけど、もう、僕はもう応援してた。なんだったら、NHK から国民を守る党に参加する、NHK から国民を守る党から立候補する、そういうことも視野に入れてた、入れて応援していた人間が、じゃあどうして応援することができなくなったっていうことを説明したいと思います。これ冷静に。本当はこれ内部の人が自浄作用としてやるのが
いいと思うんですけど、ちょっと今それ見てるとちょっとできないような状態だと思うので、なので、近しい人が、まあ僕そんな近しくないですけど、ちょっと、まあ僕が言わなきゃなと思って、あ、本当だったら、例えばなんかわかんないですけど、あの、上杉さんとかさ、その、立花さんと近い人、まあ、あの、ジャーナリストで言ったら、畠山さんとかさ、そういう人がちょっと苦言というか、諌めた方がいいのかなって僕は思っちゃうんですけど、なんもないですし、誰か言わなきゃいけないなと思って。じゃあ僕、誰も言うやつがいないんだったら、じゃあもう俺が言うしかないと思って、今これ撮ってます。はい、後藤輝樹はそういう人間なので、誰も言わないんだったら誰かがやるしかない、じゃあ俺がやるっていう、元で、基本的に俺選挙に出てるんで、だから俺他と、区別化されてるんですけど、まあそれはもうどうでもいいんですが、そうですね、まあ、どっから話そうかな。基本的に僕とその立花さんの、思想とか理念はちょっと根本的に違うんですよ。まあ、受信料制度、NHK の受信料制度を何とかしたい、是正したいって思いは一緒なんですけども、で、ね、強制徴収しに来る、その、受信料を徴収しに来る人たちを、その、ちょっと、ダメだよ、みたいな、一緒だと思うんですけど、着地点が違うんですよね。立花さんは、スクランブル放送化したいと、目的、着地点が。で僕は、基本的には国営放送なんですよ。愛国国営放送なんですよ。税金で賄う。うん。でも、まあ、通過点として、受信料制度をまず廃止しようっていうところは一致してたんです。だから僕は参加でき、しようかなっていう。参加しようかなっていうか、もう一つその、立花さんは直接民主主義っていうのを訴えてて、まあ、それについて説明すると、みんなで多数決して、NHK から国民を守る党内で、みんなで議論して多数決して、そこで決まったことを党の方針としてやっていきましょうよっていうのがあったんですよ。当初。だから、例えば NHK から国民を守る党で受信料を廃止しよう。じゃあ、それはじゃあ着地点としてどれがいいかってなった時に、じゃあスクランブル放送化するとか、国営放送、税金で賄うとか、そういう議論ができたわけですよ。なので、僕がもし入ったとして、そこで、いや、スクランブル放送化だとこうこうこうだから、愛国国営放送にしようとか、そういう余地があったんです。はい、だから、俺は、まあ、そういう余地があるんだったら、まあ、参加することも可能だなって思ってたんですね。はい、で、僕はなんでスクランブル放送ではなくて、国営放送なのかちょっと説明したいんですけど、スクランブル放送っていうのは、受信料を払いたい人だけ払う。つまり、NHK を見たい人だけ払う。見たくない人は払わない。まあ、それ、一見聞こえはいいと思うんですよね。耳聞こえというか、いいと思うんですけども、だって、見たい人だけは見て、見たくないなら払わなきゃいいって、それがスマートじゃないですか。でも、それだとちょっとやっぱ問題があって、僕はやっぱ、愛国者なんで、日本を良くする放送、日本を誇りに感じるような放送、愛国放送、愛国放送って言ったらちょっとあれかもしれないですけども、そういったものを作ってほしい、国営放送局として、日本国民の利益、日本国家の利益を第一に考えた放送局になってほしいというのがあるんですよ。でも、もし、受信料を、スクランブル放送か見たい人だけ払うってなっちゃうと、それができなくなっちゃうんです。で、民放を見てもらうとわかるんですけど、基本的に反日的な放送とかって、割となんかこう、サブリミナル的に流れたりもしてると思うんですよ。僕あんまそんな調べてないんでちょっと申し訳ないんですけども、割とね、平気でちょっと、まあ、どちらかというと日本を、誇る放送よりも、日本はちょっと自虐的というか、日本を貶める放送のが多い気がするんですね。なので、NHK もそうなってしまうと。NHK はまだ、公営放送、皆さん、国民の皆さんから公平に受信料をいただいているから、中立な感じを取ってます。これでもまだ。それでも結構、ね、NHK は反日報道があるみたいな、言われてますけど、これでもまだその、国民の皆さんから受信料を徴収しているので、割とこう、公平中立に報道してると思うんですよ。それが、
スクランブル放送になって見たい人だけ、見るってなっちゃうと、これ確実に、ほぼ、あ、僕の推測ですけども、確実に、スクランブル放送にしたら、NHK スクランブル放送にしたら、反日報道が増えます。なので僕は愛国者なんで、だから、反日放送を是正したいとかもあるんですよ。反日放送を是正したいというのは愛国的な放送局にしたい。だって僕の政見放送も放送してなかったじゃないですか。もう、普通だったら国民の、意見、主張をそのまま放送しなきゃいけないんですよ。それ公営放送。だから NHK は国営でもない、民間でもない、まあ、中途半端な存在。で、都合のいい時だけ民間の放送局ぶって、民間の放送局は、自由があると。放送しない自由もあるというのを逆手にとって、僕の政見放送をそのまま放送しなかったんです。だから、政見放送を必ず確実に放送するためには、国営放送にするしかないんですよ。国営放送にしない限り、国民の政見放送は、放送されない余地が生まれてしまうんですね。国営放送だと、そのまま放送しなければ、検閲に当たって憲法違反になっちゃうんですよ。だから、国営放送にしたいです。でも今の NHK は民間からその国民からお金をもらってるから、国営放送という扱いになってないです。だから、放送を拒否する自由が生まれてるんですね。生まれてしまってるんですね。うん、だから逃げられるんですよ。政見放送そのまま放送しなくても。最悪。うん、だからそれおかしいと思って俺は国営放送しなきゃなって改めて思ったんですね。もう、だから俺都知事選より前から国営放送を持ってましたけど、都知事選で俺の政見放送放送されなくなって、なおさら国営放送にしなきゃいけないなと思ったんですね。愛国は別としても。うん。だけど、スクランブル放送したら余計政見放送放送されなくなっちゃいます。だって自由に選べるんだから。うん。だって裁判の結果だとさ、そういうことなんだから。うん。放送局が放送したくなかったら、最後放送しなくてもいいんだから。なんか理屈つけて。それが許されてしまうんだから。民間の放送局だと。だからスクランブル放送化すると、反日化が促進し、さらに政見放送もより放送されなくなる。うん。そして、NHK のその放送の作品、いろんなテレビ番組あると思うんですけど、NHK のコンテンツ。あれも、やっぱお金入らなくなるんで、低下すると思うんですよね。だから、スクランブル放送化は問題だらけなんですよ。ただ単に、まあ、月何千円か、年間何万円かで払わなくなる、やったラッキーって思うかもしれないですけども、回り回って、見ると、国民にとって不利益になってしまうんですね。NHK の放送って結構優秀なものとかやっぱ多いですよ、僕は見てると。だから僕は NHK 好きですよ。大好きですけど、な、政見放送のね、撮った時も、その担当の職員の人とか、すごいみんな親切ですよ。でも、ちょっと申し訳ないですけどって言われて、まあ、だからこれも制度がおかしいわけですから、公営放送っていう。だから国営放送にしなきゃいけないなって、僕は思ってますね。だから、立花さんね、カーセックスとか不倫とか、ね、叩いてますけど、別に、俺カーセックスも、正直俺もカーセックスも不倫もしたことあります。まあ、いいとは思わないよ。いいとは思わないけど、そんな人間だからさ、誤ってそういうことしちゃうこともあるわけじゃんか。気持ち高ぶってそうなっちゃうこともあるわけじゃんか。だから俺そこ叩いてもしょうがないと思うし、まあNHK はもともとさ、まあ、公務員的な存在じゃんか。公務員じゃないけど、だからそこもずるいんだけど、だから金、お金たくさんもらってるのもさ、ちょっとずるいけどもさ、基本的にはだからそれとスクランブル放送が別の問題で考えた方がいいと思うんで。うん、スクランブルって受信料の問題は。だから受信料はだから、お金がね、払えない人は低所得者は免除するとかでもいいし、いろんなやり方があるんだけども、俺は国営放送で、まあ、低所得者の人はちょっと、負担が軽減されるような措置でもいいかなと思ってるんですけど、少なくともスクランブル放送化は俺はあんまり賛成しないです。ただ、プロセスの途中としてね、受信料廃止っていう途中段階で、そういう案があっても、俺は別にいいと思うんだけど、俺最終的な着地点として、スクランブル放送は俺はないんですよ。で、そこの違いがまずあったんですけど、でも、その直接民主主義でね、立花さんが歌うね、直接民主主義で、議論して、そこで、国営放送化っていう意見を提案して、そこで勝てばいい話だったんで、別に、まあいいかなと思ってたんですね。
で、立花さんは右でも左もないんですよ。だから、思想の理念もないんですよ。純粋にいい意味でね。だから、右の人でも左の人もウェルカムでやってたんです。だから、桜井誠さんとか、山本太郎さんとか、まあ、上杉さんとか、そういういろんな人呼んでも、来て集まってみんなでやりましょう、と。で、最終的には NHK から国民守るとの NHK ら、からを外して国民守るとにしましょうっていう、最初そういうのがあって、今ちょっとなくしたみたいですけども、そういうのがあって、みんなで議論して決めましょうって。で、民主的にやりましょうと。で、民主主義っていうのは一度みんなで決めたことはそれをちゃんと、みんなの意見として、やりましょうっていう話だから。まあ、それだったらまあいいかなと思ってたんですよ。基本的に俺はでも独裁ですよ。独裁賛成派のタイプなんで、いい独裁は賛成だけど、悪い独裁は否定するタイプなんですよ。で、俺独裁賛成派だから、俺後藤輝樹様だとか言ってるわけじゃないか。俺様後藤輝樹様だ。俺様神様だみたいな。俺、そういうキャラでやってるわけじゃんか。うん。お前らが勘違いしないように。俺は民主、まあ、主義でもいいんだけど、基本的には独裁の方が、スピードも速いし、パワーも違うから、俺は優秀な独裁を目指したいんですけれども、NHK から国民を守るというのは、少なくとも当初は、民主主義だったわけですよ。民主主義。で、みんなで決めようっていうのがあって、それだったら俺も参加できるみたいな感じで、もうだから西暦2016年から、今、2019年だから3年経ってますけど、なんかずっと応援してましたよ。ね、投票先ちょっとどこがいいか分かんないんですけど、みたいなのあったら、それだったら NHK から国民守るといいと思うよって言ったり、なんか議員になりたい人とかいたら、いた場合は NHK から国民守るとっていうのはあるんですけど、みたいな、俺は、立花さん、俺知ってるんで紹介できますよとか、みんな声かけてた、声かけてたっていうか、もう俺友達少ないから、少ない中でも、ちょっとそういう風に僕は言ってましたよ。うん。でも俺ちょっと違うなと思って、俺、だからそういう宣伝マンやってたから、その、公には知らないかもしれないけども、人知れずそういうことを、いいですよっていうふうに言ってたから、ちょっとね、ちょっと過激なところあるかもしれないですけども、まあ、世の中変えるっていうのは、まあ、ちょっと変わった人じゃないとできませんよみたいな、まあそこも、そんなめちゃくちゃプッシュしてないですけど、なんか聞かれたらそういう感じで僕は、応援してたりしてたんで、でも最近はちょっとできないなと思って、あんま言わなくなったんですよ。うん。言わなくなったんですけど、まあ、統一地方選挙ではもう、やむを得ずちょっと、ツイートしましたけど、応援してるのは NHK が見守るとってやりましたけど、ちょっとね、もう今年ぐらい、今年入ってからちょっとっていうのがあって、それで、今、言わなきゃなって今至るんですけど、で、まあ、なんでかっていうと、その思想理念の違いがあるって説明したんですけど、でも、その、議論できるから、まあそれはまあいいと置いとこうっていうのがあったんですが、それが今できない状態になってるって、僕は判断しました。ガバナンスに問題がある。ガバナンスっていうのは統治、だから組織運営、その党っていうのを運営するそのプロセスとか手段、それに問題がやっぱあるなって僕は感じました。僕は、立花さんウォッチャーでもないし、NHK から国民守る党ウォッチャーじゃないんで、僕ツイートとかしばらくやってなかった時あるんですよ。今年の初めとか。で、まあ、フォローはしてるけど結構ミュートしてるんで、基本的には。で、情報入ってこないんですよ。で、しばらく、まあ、今年俺、3月、4月ぐらいに選挙出る時に、まあ、ちょ検索とかして見てたり、まあ、たまに YouTube とか見ると、あんま、その、立花さんの動画がこう、ファってこう、出てきたりするわけですよ。なんかこう、自動的に。で、見たり、タイトルに引っかかったら見たりとか、そういうレベルだったんで、で、そこでちょっと見て、あ、ちょっとなんか違うな、みたいな、なんていうんですか、ちょっとそういうのもあって、その違和感が感じてたんです。でも、その最初の僕の違和感は、違和感がその2月、今年の2月ぐらいですかね。うん。その前にちょっとだから、議論ができない、その怖さがあると思うんですよ。議論ができない怖さ。まあ、そっちの話しようか。なんていうんですか。最近のその、立花さんのツイートとか動画見ると、ちょっとさすがに怖すぎるっていうのありますね。うん。だからその、離党者、ちょっとウィキペディアで調べたんだけど、今ウィキペディアで言う20、ちょっと間違ったらごめんなさい、数字。今、現職議員が29名。もしかしたら、立花さんと大橋さん抜かしてるから27年目かもしれないです。
で、10名が抜けてるわけですよ。うん。現職が29で、10名抜けてるわけですね。で、10名抜けてて、で、最近だから、二兵さんっていう親子が抜けたのはちょっと、二兵さん知らない、全く知らないんですけど、僕は。抜けてて、もうめっちゃ、立花さんがめっちゃ切れてて、もう怖いなと思って、だから俺も口悪い方なんで、おい、これはボケとか言ったりしますよ。こんな、わーみたいなやってるけど、おい、これはふざけんなってね、この野郎とか言ったりします。だから、気持ち的にはね、立花さんよりというか、わかるんですよ。わかるけど、さすがにちょっと怖すぎるっていうのは感じます。怖すぎるっていうのは、そうですね、なんかまあ、何があってね、辞めたかちょっと正直わからないです。まあ、不義理があったんでしょう。まあ、義理と人情、不義理。例えばアルバイト辞めるときでも仕事辞めるときでもちゃんと手続きが必要じゃないですか。その手続きを経ずバックレたみたいな感じなのかもしれないです。ちょっとわかんないんで申し訳ないんですけど、どっちが正しいかどうかわかんないんで申し訳ないんですけど、不義理があったと。で、それに対して NHK から国民を守る党の人たちが怒ってると。それはすごくわかります。それはすごくわかるんですけども、だからといって、あんなに切れ散らかしちゃうと、さすがに怖いっす。だから、なんつうんすか、何も言わずに辞めたとか、ふざけんな、おら、とか、みんな言ってますけど、NHK は心みんな、ちょっといろいろ見ましたけど、NHK が国民守るさん、大橋さんも含めて、あと、塩田さんっていう人も見ましたけど、ちょっとみんな怖すぎます、ちょっと。で、あんなに怖かったら、正直、何も喋れないっす。申し訳ないですけど。だから、N 国党の人は、何も言わずに辞めやがってふざけんな、ほら、みたいな感じ、ぶち切れてるんですけど、で、田島さんも、もう徹底的に追い込むからな、ほら、みたいな。で、大橋さんも、大橋さんも僕、会ったことありまして、すごく優しい方ですけど、僕に対してはね、なんつうの、選挙期間中、もう今日行くからな、ほら、お前のとこ行くからな、みたいな。ちょっと怖すぎます、さすがに。うん。で、やっぱあんなん見せつけられちゃうと、ちょっと、話せないですよ、マジで。だからちゃんと話してくれて、言ってくれれば俺も、わかるけど、みたいな。言えないんだと思いますよ。そこに気づいてないのがちょっと怖いですね。うん。自分らがもう権力者なわけじゃないですか、基本的には。立花さん含め幹部の人たちわかんないですけど、権力者であって、だから辞めていく人たちは弱者なわけですよ。な、言いたくても言えない。議論したくても、何、だって、言えないとあると思うんですよ。もう、なんていうんですか。佐々木千夏さん。僕、一回だけ、会釈ぐらいしたことあって、もう全然わかんないんですけども、会釈ぐらいしたレベルの接触しかないですけど、佐々木千夏さんがなんか、NHK はなんか、反日放送だとか、なんか、朝鮮人がなんたらかんたらみたいな、その DM のやり取りを立花さんがやってて、それ立花さんがそれを DM のやり取りをツイッターからね、上げちゃったんですよ。で、ああいうのもやっぱ良くないと僕は思うんですよね。俺は割と、本音で話すタイプです。なるべくその、なるべく隠し事せずに、なるべく本音で話してるタイプ。俺が一番だと思う。正直、政治活動とかの中で。こんなに本音で喋ってる人間いないと思う。で、俺は自負があるんだけど、でも普通の人はさ、やっぱさ、いくら政治家と言ってもさ、裏表あるわけじゃないか。本音と建前が。で、本音ではあるけど、表には言わないようなことを、身内の人、腹割って話す。その、立花さんに対して。私はこういう思いがあってこうなんですっていうことを立花さんに DM して、だから立花さんにしか見せないつもりで話してる DM の内容、公にはしないと思ってる内容を立花さんがその DM 出しちゃうって、これご法度だと思うんですよね。これやったらまずいと思うんですよ。これやっちゃうと、ちょっとだから俺はそれちょっとありえないと俺は思ったし、まあなんかね、やられてね、いや自分はこういう証拠握ってます、こうこうこうでこうですみたいな、そういうのあればいいですけど、先手打ってこうやっちゃうと、どうなのかなと思っちゃうんですよ。それやっちゃうとさ、立花さんとメールのやり取りできなくなっちゃうなってなっちゃうじゃないですか。本音でメールのやり取りできなくなっちゃう。言えなくなっちゃう。だってなぜかというと、公開されてしまうから。だから、当たり障りのないことしかもう話せなくなるとか。で、ましてや立花さんって、
電話の会話の内容とかもう YouTube にそのまま上げちゃったりしてるじゃないですか。っていうことは、電話でも本音が話せない。いつ録音されたかわかんない。いつアップされるかわかんない。DM もアップされちゃう。メールもアップされちゃう。電話もアップされちゃう。じゃあ、どうやって話すのとか。で、実際会って話した人ももしかしたら録音してられるかもしれない。そういう中で、話せないと思うんですよ。普通の人は。まあ、俺だったらまだ大丈夫かもしれないけど、普通はやっぱ、ちょっと怖さを感じちゃうと思うんですよね。だから話せなくなっちゃう。結果も、ね、よく、なんかよくわかんない感じでもうちょっとやめなきゃみたいな。やめなきゃでも、どうしようみたいな感じで、もうやむを得ずそうなっちゃうと思うんですよね。だからそこら辺がわかってないっていうのが、ちょっと怖いですね。その、今権力者側になっちゃってるわけですから、逃げようとする人、その弱者の人、弱者って言ったら、それも語弊あるかもしれないけど、ちょっと、劣勢に立たせる人の気持ちが分かってないというか、だから、例えば、極端な話ね、北朝鮮がいいか悪いかどうか、別、ここら置いといて、北朝鮮から脱北する人が、わざわざ、将軍様に、ちょっと脱北したいんですけど、こうこうこうでとか言わないよね。とにかく脱北しようって、感じじゃんか。イメージ的にはそういう感じだと、一緒にしたら、するつもりはないけれども、イメージ的にはそういう感じだと思うんですよ。うん。だから、ちょっとそれでね、それで、なんか、佐々木千夏さんは、自分はこういう思いですとか言ったら、まあ、靴沢さんも含めてですけれども、まあ、靴沢さん派みたいなのあったと思うんですよね。敷島会一派みたいな。うん。だから自分の意見言ったら、言ったで、極右だっていう認定されて、排除されるわけじゃないですか。で、極右だって認定して排除みたいな感じみたいですけど、ちょっと僕はだから、それもちょっと疑問に思いまして、もともと立花さんは、靴沢さんとか、敷島会の人たちが、そういう思想を持ってる人たちって知った上で入れてるわけですから、今更それで排除する、除名するとか、切るっていうのは僕はおかしいと思うんですよね。どう考えても。知らない人は、極右だったらそれはやめた方がいいとか言うかもしれないですけど、もう最初から、立花さんそれ知ってて、利用してるわけですから、靴沢さんを。で、靴沢さんで別に、僕被害者っていう、そういうふうに、なんていうんですか。靴沢さんで立花さんを利用してるんで、別にお互い様だと思うんですけど、僕は靴沢さんとも知ってますし、知ってるっていうか別に何度かお会いしたレベルですけども、普通に、僕、なんていうんですか、優しく接して、優しくしていただいて、靴沢さんも僕に対して優しくしていただいたし、立花さんも僕に対して優しくしていただいてるので、僕別にどっちの味方でもないですけども、ただその靴沢さんっていうのは結構、多分義理人情に熱い方というか、結構怖いところあるんですよね。僕、靴沢さんと最初会った時、僕、立花さんがね、僕は横浜に住んでるんですけど、で、横浜に立花さんのNHK から国民守る党から立候補する人が写真撮影するみたいな。で、だから立花さん含めて6名ぐらいの人がね、自分の近所、僕が歩いて10分15分、歩いて徒歩10分15分ぐらいのところに来たんですよ。写真撮影に。それをツイートで上げてたんです。あ、すげえ近いところじゃんと思って俺行ったんですよ。何のアポも取らずに。行ったら、場所が分かんなくて、いなくて、どうしようって、もう、なんか、今更電話するのかっこ悪いなと思ったけど、もうせっかくだから電話したんです。ダメ元で電話したら、もう帰ってたんですよ。もういないから。場所分かんないし、いないから。うん。帰ってたら、繋がって、今、ここにいるでっていう形で、あ、そうですかと思って、まあ、せっかくだから僕行ったんです。歩いて、近所だったから。うん、あどうも、久しぶりです、みたいな、ちょっと、東京とかまで行くと大変だけど、もう歩いて10分15分とかだから行ったんですよ、その時は。そしたらそこの中に靴沢さんがいて、ちょっと最初会った時はもう靴沢さんめっちゃ怖かったんです。なんかよくわかんない。お前誰だろみたいな感じの。怖かったんですけど、なんかでも俺結構普通に接する時腰低い方なんで、あ、どうも、みたいな感じ。いたら別に皆さんすごくいい方で、うん、だから、草さんって、だから、結構そういう、なんつうの、
俺もしかしたら俺のイメージ的にさ、政権保存ポコチンの時間とかさ、やってて、チャラついたやつって思ってたかもしれない。だからそういう、草根そういうなんか、人間関係、礼儀とかよくわかんないけど、そういうなんかビシッとしてる人だから、あ、でも こいつは大丈夫だって思われたから、楠澤さんは俺に対してもすごく丁寧な感じで、最初ちょっと怖い空気感じたんですけど、俺はまあそれ以降すごい優しくしていただいて、あ、だからちょっと怖い人も、怖い感じもあるんだなっていうのを僕は楠澤さん持ってたんですけど、だから楠澤さん結構立場さんにそういう、結構言えるタイプなんですよね。だから、立花さんのイエスマンじゃないですよ、楠澤さんは。結構、その、ビシッとしてるタイプで、いいと思ったら、徹底的に優しくする。腰低く人なんだけど、違うなと思ったら結構行くタイプなんですよ、楠澤さん、おそらく。だから、立花さんが普通に、意見言えるタイプなんですよね、数少ない。だから、そういうのもあったんだと思いますよ。だから、僕がもしね、立花さんがその NHK から国民を守る党に入るとしたら、靴沢さんみたいな人たち、敷島会の人たちがいた方が僕はやりやすかったんです。なぜなら僕もイエスマンじゃないから、立花さんのイエスマンじゃないから、こういう風にね、今動画撮ってますけど、思ったこと僕は言います。でも僕一人、僕でも派閥なんもないですよ。後藤テレビ単体です。何もバックもありません。で、そういうのが、靴沢さんとか敷島会の人たちがいたら、もちろん申し訳ないですけど、防波堤になるわけじゃないですか。僕が言って、なんか言った時、言ってもみんなイエスマンじゃなくて、楠澤さんとか敷島会の人たちがいたら、が、ちょっと心強いというか、そういうのもあったんです、僕は。だから僕はもう決定的にちょっと応援できなくなったきっかけっていうのは、楠澤さんとかが抜けたからなんですよ。抜けたことによって、イエスマンしかいなくなっちゃったっていうイメージができちゃったんですよ。だからもう、ちょっと、で、あと、靴田さんだから、局って言われてる、その、で、レッテル貼られちゃってますけど、要するに愛国者な部分もあるわけですよ。で、僕も愛国者だし、多分その反日報道を是正したいっていうのはあると思うんですよね。で、僕もあるし、だから、靴田さんがいてくれたから僕はありがたかったんですよ。悪い言い方してるわけじゃないですけど、いい意味で、同志というか仲間というかその防波堤として僕を守ってくれる、その俺が派閥入楠澤さんの派閥入らなくたとしても防波堤として守っていただけると、自然にねいるだけでイエスマンじゃない人がいるっていうのは心強いわけじゃないですか。さらに反日報道を是正するっていう上で僕は愛国国営放送を目指してるからスクランブル放送派じゃないわけですよ。でそういう立花さんにイエスマンじゃない人たちがいるっていうのは良かったですよ。その二つ意味で。思想と、そういうイエスマンじゃないっていうことで。でもその人いなくなっちゃった。ごっそり抜けちゃった。敷島会派の人が、排除されちゃったわけですよね。で、それで、これはもう、これでちょっと参加できないって。もうそっから僕、ちょっと、あれだなと思ったんですね。だそれが統一地方選挙の後半戦が終わった時。で前半戦は僕は、しょうがなくっていうか、ちょっと一応今まで応援してたから、今回も応援してたんですよ、応援しますっていうのをツイートしたんですけど、靴田さんが抜けたことによって、ちょっともう、俺も無理だなって思ったんですね、それを見て。ちょっと難しいなと。で、靴田さんが抜けるっていうことは僕はなんとなく分かってたんです。分かってたのは1年ぐらい前から、だから去年のもう今ぐらい、去年の5月ぐらいからも、5月、6月、4月分かんないけど、去年、もう1年以上前から分かってたわけです。1年前から。なんとなく。靴田さんは立花さんイエスマンじゃないから。俺は分かってたんです。いずれ、靴田さんが抜けちゃうかもなっての分かってたんです。でもこんなに早く抜けるとは正直思わなかったです。何が言いたいかっていうと、俺が分かるぐらいだから、NHK から国民を守る党の人、または立花さんも、楠田さんがどういう感じの人か分かってたと思うんですよ。だけど、楠田さんが脱退すること、抜けること、除名することを避けることができなかった。だからマネジメントができてなかったと思うんですよね。問題は、分かってたけども、
それを解決できる、することなく、結局、除名、もしくは、離党みたいな、ちょっとその違いよくわかんないですけど、去ることになってしまったわけですよ。で、そのガバナンスというかマネジメント能力もちょっとどうなのかなとは思うんですけども、だからまあ、そういうのがあって、で、その、そう、話戻ると、その、二平、ちょっと、二平さん、ちょっと、エアコン取ります。ちょっと、暑くなったんでエアコンつけたんですけど、すみません。二平さんの話すると、二平さんも全然知らないんですけど、二平さんとかがもうわけわかんない理由で辞める。お父さんの方がわけわかんない理由で辞める。息子さんが何も言わずに辞める。でも何も言わずに辞める人も結構いたみたいですけど、だから言えないんですよ。だその佐々木千夏さんがなんか言ったでなんか極右だから、排除された。でも最初からそういう思想だっていうことを立花さんは知ってる。じゃあなんでその理由が、理由、説明になってないわけじゃないですか。その、極右だって知ってるのに入れた。で、極右だから排除したっていう。なんかちょっと おかしいなって僕は思うんですね。で、ちゃんと立花さんに向き合って話して言ったらこんな排除されると。で、靴田さんも、その辞めたのかクビになったのか分かんないですけど、僕はそこら辺細かいとこ分かんないですけど、靴田さんの動画を立花さんが見て、立花さんが靴田さんを訴えますみたいな、裁判しますってなっちゃったわけじゃないですか。辞めた人を徹底的に追い込む癖があるわけじゃないですか。ちょっと怖いじゃないですか。で、俺は入れないじゃないですか。そんな見てたら。なおさら。で、立花さんとかに意見言ったら、排除され。で、さらに裁判もされる。そういうの見てたらちょっと参加もできないし、ちょっと応援もしにくいと。で、さらにその二平さん辞める。で、二平さんに、息子にだったら、おい、これはお前、徹底的に追い込むからかな、お前。街歩けなくさせぞみたいな感じのこと言ってるわけじゃないですか。それしかも、それ立花さんだけじゃなくて、大橋さんとかその塩田さんとかもみんな言ってる。ちょっと怖いじゃないですか、正直。で、やっぱ、ね、いくらね、そういう不義理で辞めたとしても、あそこまで追い込むっていうのはちょっと怖すぎますよ。その、言葉だけれども、ちょっと怖すぎます。で、僕は、なんて言うんですか。さっき言いましたけど、独裁は別にいいと思うんですけど、恐怖政治は否定します。良い独裁は肯定しますけど、悪い独裁は否定します。恐怖政治は否定します。だ今の状況って恐怖政治なわけですよ。田島さん、元はだから直接民主主義でみんなで、決めよう、議論して決めようって言ってたのが、なんかよくわかんないけど、いつもが独裁になっちゃってるわけじゃないですか。別に独裁ダメだとは僕は思わないです。でも多くの日本国民は独裁否定するわけでしょ。恐怖政治、だったら恐怖政治もなおさら否定するわけでしょ。今恐怖政治になってるわけですよ、独裁で。あれ、これ良くないんですよ。で、なんか、それに対して意見言ったら排除されるとかさ。で、意見言えなくてやめちゃったら徹底的に追い込むからなと。そんなん見てたらちょっと、これ、誰か言うやついないよって俺は思っちゃう。で、内部から言えないわけでしょ？徹底的に叩かれるから。だから、外部から言うしかない。で、俺はもう言ってます。今言うことにしました。正直。俺も怖いよ。だってそう、俺ですら怖いんだから、普通の人はもっと怖いに決まってんじゃんか。何されるか分かんないわけじゃんか。だって、徹底的に追い込むからな、みたいな。まあ、いくらね、不義理があったとしても、あれやっちゃうと、だから、まあ、立花さん的にはさ、あれをやっておくことで、見せしめにしてるわけでしょ？そういう効果もあるわけ。こんだけ追い込まれるとしたら、いや、もうちょっと、私も、ちょっとやめようかなって思う人も、あ、私もちょっとやめるのやめようって思うわけじゃんか。心理として。私も叩かれたくないとか。ニエさんの息子あんだけ叩かれてると。もし私もやめたとしたら、じゃあ今度は私もあんだけ叩かれる。ちょっとそういう構造になっちゃってるわけじゃんか。もう絶対良くないじゃんか、それは。で、元だから、わかんない。39人いたのが10人抜けて29人になってるわけでしょ？要するにさ、40人いて10人抜けるとしたらさ、25% 抜けるって、これ相当やばいからね、ここガバナンス的に。もうなんか問題あるからこうなってるわけじゃんか。
40人中1人2人とかじゃないの。40人中10人だ。40人39人だけど、でも、計算めんどくさいから40人しとくよ。40人中10人で 25% 抜けるってことだから、相当やばいじゃんか。なのに、自分たちには非はないと。あいつら悪いんだと。それはちょっとやっぱ怖い。その発想思想はちょっと怖いっすよ。やっぱ自分たちもちょっと問題があって、ここ、直さないといけないっていうのが自然な流れだと思うんです。ちょっとブラックですよ。だから、ガバナンス問題があります、正直。だちょっと俺は、だ思想理念の違いがあっても民主的な感じでやり取りできるんだったらいいかと思ったけど、ガバナンス問題があるからちょっとできない。っていうのがあるわけですね。で、その口の悪さとかの怖さとか、その目に見える怖さだけじゃないんですよ、正直。だ僕がそもそもなんで怖いなと思ったのは、ここの、その今の話したことじゃないですよ。僕が怖いなって初めて思ったのは、初めてっていうか、まあ、明確になったっていうのは、それはなんか、っていうのもあったんだけど、明確になったのは、今年の2月ぐらいに、僕が1年ぐらい仲良くしていただいた、その、人がいるんですよ。で、その人から、なぜかよくわかんないですけど、突如その、連絡が来て、NHK から国民を守るときに入らないかみたいな、その、要するに勧誘みたいな電話が来たんですよ。まあ、40分ぐらい話したんですけど、確か。で、なんで急にそんな話になったのかよくわかんないんですけど、いつもとそれは雰囲気が違ってたんです、いつもと。なんか。具体的に言うと、誰かが聞いてる、もしくは、誰かに話させられてる、もしくは誰かにこのことを報告しなきゃいけない。そういう状況のイメージが僕はしたんです。なんとなくね。なんとなく。で、僕はずっと勧誘されてたわけですよ。で、しかもその勧誘の仕方が、あんまちょっと良くなかったっていうか、僕ってやっぱ、命がけで選挙出てるわけですよ。お金目的で選挙出てるわけじゃないですね。まあ、立花さんはお金目的とかさ、女にモテたいから選挙に出るっておっしゃってますけど、僕はお金目的じゃないですよ。世の中を変えたい。世のため、人のため、恩返しのために、命をかけて僕は選挙に出てるんです。日本を、世界を変えるために。で、その僕に対して、ちょっとマーケティングが間違ってるっていうか、今、NHK から国民を守る党に入ったら得だよ、みたいな。お金もらえて、議員になってお金もらえて得だよ、みたいな。で、これ逃すと次チャンスないよ、みたいな。入っとかないと損だよ、みたいな感じの介入の仕方だったんですね。まあ、そこでさ、俺の力が必要なんだ、一緒に世の中を変えてほしいとか、まあ、そっち方面じゃんか。まあ、それでも断るけど、どちらかと言ったらそういう感じじゃないと、俺に刺さらないわけよ。まあ、お金儲けできるよ、みたいなこと言われても、俺がお金儲けできるなんて最初から自分でね、当選するわけだから、当選するなんて簡単なわけじゃんか。俺のこの容姿とか知性とかそういうのあれば戦略的にできるわけ。でも、だから今はもう無理だけど、俺の最初の選挙でそういう戦略でやれば当選なんて簡単なわけよ。うん。で、俺はでもその道を選ばずに茨の道を行ったわけで、俺はなんか政権放送でそういう奇抜なその客寄せパンダ的な、プロモーションしてるけど、俺の本質はだから言いたいことを言う。日本を独立国として、ちゃんとした真っ当な国にしたい。そして世界を平和にしたい。それが、世界を平和にしたい。地球を救いたい。それが俺の趣旨なわけじゃんか。それみんな知らないかもしれないけど、政権をポコチンなんですよ。あれはプロモーションだから。うん。広告でやってるようなもんで、それちょっと語弊あるけど、それはちょっと語弊ある。ちょっと広告じゃないけども、だからあれ広告ってわけじゃない。あれ語弊がある。語弊すみません。ちょっと訂正します。あれは本質じゃないから、俺の本質はだから言いたいことを言う、日本を独立国にしたいと、そして世界を平和にしたい、地球を救いたいもの、それが基本的なそういうところがあるんで、お金儲けとかじゃないんですよ。だけどずっとなんかお金儲けできるよみたいな感じの勧誘で、かつなんかまあ、それで、でもなんかこの誰かに言わされてるのかなみたいな、そういう感じを僕は感じ取ったんです。で、しかもなんつうのかな、なんかよくわかんないんだけど、もう参院選とか、参院選でなんか、で、僕ら、統一地方選挙も、躍進したって言われてますけど、俺が選挙参謀だったら、俺が参謀だったらもっと数飲ませてます。うん。俺だったら。俺が、立花さんの参謀についてればもっと伸ばせられたと思うんですけど、だからその方は、統一地方選挙も、ちょっと大丈夫かなとか、そんなにできないとか、なんか
参院選もダメだろうねみたいな話をしたんですけど、僕はあえて鎌かけるわけじゃないですけど、あえて僕はそこ強気で、いや簡単ですよと、参院選も簡単ですよと、僕だったら、僕が立花さんの立場だったら、必ず当選できますと。いや俺今の俺の立場だったら当選できないですよ。組織もないし力もないしお金もないし当選できないですけど、あのそういう NHK から国民を守るとっていう、その今の立花さんの立場だったら、俺だったら簡単に、俺が選挙参謀だったら簡単にできるっていう趣旨のことをかなり強く言ったんですよ。で、みたいな。なんか、そしたらなんか、空気がざわついた感じがしたんですね。なんとなく。はい。で、まあ、結局僕は断ったんですけどね。ちょっと、すいませんっていう形で、その、なんか、勧誘っていうほどでもないんで、なんか、どうかな、どうかな、みたいな。でも、その方は、割と、1年間ぐらいずっとね、選挙どうするのとか、まあ、そういう、なんか探りみたいなのがあったんですけど、でもさ、なんか、基本的に俺に会ったらさ、選挙どうするのとかさ、そういうの聞きたいじゃんか、普通に。うん。別にどういう人であってさ、どういう人であろうとさ、別にスパイとか、スパイじゃなくても、普通の人でもスパイとかでもよくわかんないけども、その聞きたいじゃんか。だからあんま気にしないようにしたんだけど、なんかその時はなんか変な感じしたんですね。うん。で、まあ、そういうのがあって。で、僕、で、結局、神奈川県議会議員選挙出たんですけど、で、個人演説会が、とかあって、で、神奈川県議会選挙に出たときに、僕のそのメールの方に、なんか、ある方から、選挙出てありがとうございます、みたいな、なんていうんですか、応援します、みたいな、そういう感じの、なんか、俺に対して、ちょっと熱いような、一行二行ぐらいのレベルの、文章なんですけど、そういうの来て、あ、ありがとうございます。で、一応、ありがとうございます。返信送ろうと思ったら、それが返信できなかったんですよ。うん。返信できなかった。なぜかわかんないんですけど、僕、パソコンのメールだからかもしれないですけど、あれで返信できなかった。で、しょうがないから、私は電話したんですけど、その電話したら、その方が、近くに住んでるんで、応援してます、みたいな。あ、ありがとうございます。なんかあったら手伝います、みたいなあって、で、ありがとうございます。大丈夫です。って言ってたんですけど、その方はその時ね、チラッとね、普段は NHK から国民を守るとも応援してるんです、みたいな。その時は、なんて言うんですか。NHK から国民を守る党を、の党員ですとか、そういう感じじゃなくて、NHK から守る党も応援してるんです、みたいな。後藤さんも応援してるし、NHK から国民を守るとも応援してるんです。みたいな、比重が俺寄りの比重だったんですけど、その電話した時は、電話で話した時は、あ、ありがとうございます、みたいな。で、で、個人演説会とかやった時にも、来てくれたんですよ。で、そこでなんか、NHK、違うか。あ、最初の電話の時は、俺を応援してる人なのかと僕はちょっと勘違いしちゃって。で、NHK が国民を守るとも応援してますみたいな。で、なんか、その時に、なんか参院選の話が出たんですよ。で、立花さんがなんか、参院選で後藤くんもなんか、後藤くんの参院選を応援してるみたいなこと言ってたとか、その方がおっしゃったんですよ。その、全然知らない人が、僕に対して。で、僕が参院選の話をしたのって、まあ、ないんですよ。で、あるとすれば、そのさっきの、参院選僕だったら簡単ですよっていう時だけなんですよ。それ以外に僕が参院選の話したことないんですよ。で、その NHK から国民を守る党に入らないかって勧誘受けた際にしかないんですよ。でもその参院選、なんか後藤君参院選応援してるよみたいな話を立花さんがしてたって、その人が言ってて、って僕は思ったんですよ。ということは、やっぱりなんかその会話がそのまま誰かが聞いてたのか、それとも報告されたのか、そういうことなのかなって俺はちょっと思っちゃったわけですね。で、ちょっと、なんか怖いなみたいな感じで。どういうことなんだろうみたいな。っていうのは、そこがちょっと発端というか、その感じが、そのエピソードというか。そこがなんか、なんつうの、表に出るてめえこの野郎みたいな怖さじゃなくて、裏の見えない怖さみたいな。組織の怖さみたいな。うん、ちょっとなんとなく感じて、で、個人演説会があったんですよ。で、個人演説会で僕を応援してくれるっていう電話でやり取りして、後藤さん応援してますと。で、
NHK から国民を守る党も応援してますと。で、その人も、その人が個人演説会に来てくれたんですよ。で、その人、そこではっきり、あ、この人は NHK が国民を守る党をがっつり応援してる人なんで僕は分かったんですね。で、なんでかというとなんか、よくわかんないんだけど、その人来られて、別に悪い人じゃないですよ。いい人です。すごいニコニコされてて、すごいいい人なんですけど、なんか僕、千代田区の話するんですよ。千代田区の NHK から国民を守る党をちょっと応援してたんです。手伝いしてたんですとか。で、なんで千代田区の話するのかなって思うじゃないですかね。で、僕、なんでかというと僕、千代田区で選挙結構出てるんですよ。だから千代田区をの、なんか応援してくださいとは言わないんですよ、その方は。千代田区民に対してなんか向けて喋ってくださいとは言わないですけど、それでなんかほのめかすっていうかわからないですけど、俺が千代田区の人に向けて、後藤輝樹を応援してる人は NHK が国民を守ると応援してくださいって言ってほしいのかなって思わず感じだったんですよ。でも俺はそれやらなかったですけど、えって思ったんですね。だからなんかそのさりげなさが逆に怖いっていうか、はっきり言ってくれた方がなんか怖くないじゃないですか。なんかちょっと NHK がから今回千代田区で出すんで、後藤さん千代田区出ないんで、ちょっと後藤さんちょっと、一言応援してもらえますかとかだったら、ああそうですかとか、ちょっとそれはちょっとやらないですとか言えますけど、なんかふわっていう感じがちょっと逆に怖いというか。で、その方はなんか知らないけど、ちょっとビデオ撮っていいですかって言って、ああまあいいですって言ったんですけど、一地方議員ですよ、僕なんで。地方議員の選挙に、その NHK から国民を守るための人が、何の目的かよくわかんないけど、ビデオをずっと撮ってるって、ちょっと怖くないですか？で、ビデオを撮って、個人演説会終わって、そのまま去って、ね、帰っちゃう。で、なんか、例えば、この前これ撮った、後藤さんのためにこれ撮ったんですとかさ、なんか、嘘でもあればさ、ちょっと送りますね、これぜひ、記録用にとか、思い出用に撮っといてくださいとか、そんなのも一切なしで、ビデオ撮ってパッて帰っちゃったっていう。なんか、めっちゃ怖くないですか？何のために撮ったのかよくわかんないし、別に撮られて困ることはないですけど、ちょっと俺、そわそわしましたね、なんかその、なんか、表に出るその、てめえこの野郎みたいな口の悪さの怖さだけじゃなく、そのえも言わぬ怖さ、だそれはさ、なんていうの、立花さんの指示でそうなってんのか、もしくは立花さんを忖度して、立花さん信者みたいな人たちが勝手に動いてやってるのか、いずれにしても怖いじゃんか。だからちょっとなんか怖いなって俺は思ってたんですよ。そしたら靴沢さんとか敷島会の人たちが、クビになったのか辞めたのかよくわかんないですけど、いなくなって、そこでもう、俺もうちょっと、これ、靴沢さんいないんだったらもうちょっと無理だわと思って。そんな怖いじゃないですか。俺、バックも何もないのに、もしさ、参加するとかなったらさ、ちょっと靴沢さんとかに、ちょっと、の派閥に入らなくてもちょっと寄りかかれるかなとか、もう考えましたよ、そういう想定も。でも、靴田さんとか排除されちゃってるわけだから、もう入れないわって俺は思いましたね、そこで。うん。だからもう、絵も言えぬ怖さがありまして、で、僕のその聞いた話だと、そのいじめって言ったらちょっと、なんかいじめって言っていいのかわかんないけれども、なんかそういうのもあるような、ないような、なんつうんですか。なんかこう、LINE とかのグループで、そういうのあるみたい。LINE でなんか、あいつはあんま参加してないとか、こいつはこうだみたいな。そう、立花さんはそれ参加してないみたいですけども、立花さんを支えるこの幹部みたいな人、よくわかんないけども、そういう人たちがいて、そこで、あいつは全然手伝わねえとか、あいつは全然顔出さねえみたいな、そういうのね、結構言われてるみたいなんですよ。で、特定の人が叩かれてたり、そういうのちょっと、そういう情報も入ったりするんで、で、俺なんてイエスマンじゃないし、自由奔放にやるタイプなんで、ちょっと、なおさらちょっと、できないというか、うん。で、俺、まあ、電話番号も晒したくないんですよ、正直。俺から電話する分にはいいけど、向こうから電話かかっても、時間奪われるんで俺嫌なんですよ。俺、自己中なんで。だけど、党員の皆さんに電話番号晒してるじゃないですか。だから僕は、そういうことがないように、コールセンター設置した方が僕はいいと思ってたんですけど、まあ、最近コールセンター設置したみたいですけども、だそういうのもあって、僕電話番号晒したくないんで、でも俺自分一人だけ電話番号晒したくないとか、
俺は俺自由でやりたいと。その NHK から、その皆さんが普通やってるような作業もあんまりやりたくないと。俺はそうじゃないともう入れないです。うん。だから、入れないと思ったんだ。だってそんな、ね、俺が例えば電話番号さらさない、で、手伝いも参加しないとかだったら、そのなんか LINE のグループとか絶対叩かれるから。うん。その目に見えてたから、もうちょっと参加できないっていうのもそもそもあったし、さらに、くつざわさんとか排除されちゃったし、あ、これはもう絶対無理だと僕は思ったんです。うん。だからそういうなんか、まあ、立花さんはその、なんかそういうの関与してないみたいですけども、その、いじめって言ったら、ね、その、いいのか悪いのか、そういう言い方はあれですけども、だから、なんかクラスとかでもさ、そういう、クラスで LINE のなんかいじめみたいなのあるんでしょ、よくわかんないけど、こう、はぶられたりとか、そういうの、そういう感じなのかなって俺は思っちゃった、なんとなく。うん。だから別にそれ立花さん参加してないで、でも、その立花さんの耳に入るわけよ、その、幹部の人たちのやりとりが、その、そこには立花さん入ってなかったとしても、ちょっとわかんないよ。入ってなかったとしても、その、報告が入るわけでしょ、立花さん。そしたら立花さんが、あいつはそうなんやっていう。だから、そういう流れも怖いし、ちょっとだから、これはちょっと、だから難しいなと思ってたんですよ。で、楠田さんで決定的になって。で、さらに、その、二平さん親子だとか、その、トータル10人抜けるっていう。うん。で、それで、もう徹底的に潰すからな、おい、お前ら、みたいな。そんな見ちゃうともう、これ、はい、参加できないところが応援できなくなっちゃいますね。だからガバナンスに問題もがもうかなりあります。これ結構ブラックな感じを僕は感じてしまいます。なので、僕はだから別に立花さんとか NHK がここに守るとの人に何の恨みもないし、むしろ良くしてもらって、だから俺に結構好待遇を与えてくれたりとかしてるんで、好きか嫌いかで言うと好きです。だから、ちゃんとここら辺ね、もう一回整理して、ガバナンスを正して、健全化してほしいと思ってるんで、僕はこれ撮ってるんです。文句言うためにやってるんじゃないです。ちゃんと健全化してほしいなと思ってるだけなんです。うん。喧嘩売ってるつもりもないし、良くなってほしいから言ってるんです。だけど、変わらないじゃないですか。あいつらが悪いって。でもこれどうやって変わるかって言ったら、もう、選挙で落選して、大敗するしかないじゃないですか。で、大敗してもやり直せますから、うん。そういう力あると思ってます。立花さんも NHK から国民を守る党も、大敗したとしても、一からやり直せる、と僕は思ってるんで、だから僕は、あえて言ってるんです。愛情として。うん。だから僕は本当だから、参議院議員選挙、立花さんからね、直接 DM ですけど、出えへんという話が出て、ちょ、一晩考えますって言って、やっぱいろいろ、僕も正直出たいじゃんか。だって俺選挙、お金があったらいくらでも出たいって俺言ってるタイプなんだから、正直出たいよ、参議院選挙。今回の参議院選挙すげえ出たかった。で、ね、立花さんがお金負担してくれるんだったら、出ようかなと思ったもん。うん。でも、やっぱそういうのがあったから、やっぱりちょっと俺は難しいっていうので、ちょっとごめんなさいと、愛してるぜ、というふうに返しました。うん。本当は出たかった。選挙ということに出たかった。うん。うん、出たかったけど、ちょっと、思想理念の違い、ガバナンスの問題もあって、ちょっと出なかった。まあ、このことは言わなかったね。うん。理由は言わなかったけど、断りました。で、まあ、立花さん、ね、俺の住むとこなかったら、用意するよとまでも言ってくれたわけですよ。だから、別に、だそこまでね、気にかけてくれてる人に対してね、俺はあんまり言いたくないんですよ、正直。でも誰かが言わなかったら、目覚まさないと思うんですよね。気づかないと思うんです。ずっと変な方向行っちゃうと思うんです。変な方向に行く前に俺は止めたいと思ってるんです。だから僕も声を大にして今言ってるんです。うん。だからちょっと、最近ちょっと怖すぎる感じがあって、そういうふうに言ってます。うん。だからね、みんないい、僕が接したね、NHK が国民を守る人はね、との人はね、みんないい人。うん。大橋さんもね、直接ツイッターでやりとり僕しましたけど、直接もお会いしましたし、すごく気遣ってくれて、いい人です。結構動画で見ると怖かったりするんですけど、僕に、悪い人と会ったことない。NHK が国民を守るとこと。でも、組織として見ると、なんか怖さが出ちゃう。うん。だから、
その、なんか、塩田さんっていう方、僕、会ったこともないんですけど、その、維新の党から、あ、維新の会、日本維新の会から、NHK が見守る党に入った方だと思うんですけど、あ、そうだ、そう、ですけど、その、うん、勧誘の際に、その、勧誘の際になんか、維新の会から来た人もいるよ、みたいな、みんな今来てるよ、みたいな言い方されたけど、僕はあんまそれで今引っかからないんですよ。僕、別に政治家って、その状況によって、ね、いろいろ、ね、あっちの通りたり、こっちの通り行ったりするっていうのは僕理解できるんで、別にダメだとは思わないんですけど、でも僕は、結構やっぱ、なんていうんですか、一緒に、もう命がけで共に頑張ろうっていうのが、刺さるタイプなんですよ。だから泥船だとしても命がけで頑張ろう、一緒にね、頑張ろうっていうのがあるんで、なんかだからちょっと抜け出て、裏切ったみたいな、あんまそういうの刺さらないんですよ。だから、そういう、ね、なんか、今あっちの塔ダメでこっちの塔に今勢いあるから、俺も来なよみたいな勧誘されたんですけど、そこも全然刺さらないし逆効果だったんですね。ちょっと今補足なんですけど。で、多分そのこと、それ塩田さんのことおっしゃってたと思うんですけど、僕はそういう刺さらなかったんで、塩田さんのその動画見たんです、初めて。で、二平さんに怒ってる動画。めっちゃ怖かったんですけど、でも喋りとか上手くて、あ、ちょっとなんか鼻がある人だなと思ったんですね、僕は単純に。ただ、あんな動画をもし日本維新の会でね、やったとしたらもう除名されますよ、確実に。NHK から国民を守る党だから政府になってるだけで、あれ、維新の会でやったら多分除名されるというレベルだと思うんですよね。怖かったんで。でも、俺はそれ、花があるなと思ったんですけど、何が言いたいかっていうと、立花さんがああいう性格の人だから、みんなもこう真似しちゃうっていうか、もう、大橋さんはもともとそうなのかもしれないし、大橋さんももしかしたら触発されて、ああいう風になっちゃったのかもしれないし、塩田さんは、もともと多分そういう感じじゃないとは思うんですね。そんなことやったら、維新の会から除名されると思うから、それ YouTube で、おいこら、みたいな、ボケみたいな感じで言ってた、おっしゃってたんで、だからみんなが立花さん化しちゃうって、やっぱ問題だと思うんですよ。で、俺は、俺様、後藤輝樹様だ、みたいな感じで、自分だけでやってますよ。誰か、党にバックがいるとかじゃなくて。まあ、立花さんもそうだと思います。立花さんもそういう、もともとそういうちょっと人だじゃないですか。だからそれだったら、まあ、もともとそういう人ならいいと思うんですけど、人間って、徒党組んだり、大きな組織に、としてなんか徒党組んだり、例えばデモとかでもそうじゃないですか。なんかこう、まあ、戦争とか民族差別だとか、弾圧だとか、そういうのって一人だったらやらないようなことを、まあ、俺だったら一人でもやってますけど、人間は普通一人じゃやらないけれども、大きく徒党組んだりしちゃうと、気が大きくなって、おいこら見たとなりがちだと思うんですよ。それやっぱ良くないと思うんですよ。でも、それ今、NHK から国民を守るとってそうなってると思うんですよね。立花さんは多分一人でもおいこらみたいな感じだ、かもしれないです。でも、立花さんの部下の人たち、党員の人たちは、多分一人だったら、おいこらボケみたいなのやらないです。でも、徒党組んじゃうと気が大きくなってそういうことしちゃってやっぱ良くないと思うんですよ。それはやっぱ是正しないといけないし、俺は一人で口悪いことをこういうふうに言ってるからいいけど、その徒党組んでなんか、そのね、その辞めた二兵親子を徹底的にぶっ潰すぞみたいなのは、やっぱちょっとかっこよくないなって俺は思っちゃう。俺のヒーロー像と違うですし、もうそれ辞めちゃったら辞めちゃったでもう、ね、もう仕方ないことだから。でもまあ、うん。まあ、なんらかのね、形はね、でね、なんかこう、制裁じゃないけど、そういうの必要だとしても、ちょっと、あれはちょっと怖すぎる。だから、あんなんやっちゃったらちょっと、怖すぎるって思っちゃうんですね。恐怖政治になっちゃうね。ちょっと、それはやっぱ是正した方がいいと思ってます。で、今、1、2喋ってきましたけど、3のこの無責任なんですが、まあ、最後。立花さんが、僕なんか最近の記事で見て、立花さん昔の NHK から国民を守る党の NHK からを取って、国民を守る党にします。で、NHK 問題が終わったら国民を守る党にしますと、そういう感じで売ってたんですけれども、最近のなんかの記事で見たんですけど、動画じゃなくて記事、取材かなんか受けた記事で、
NHK から国民を守るというそのスクランブル放送化を実現したら、NHK から国民を守ると解体すると。で、政治家も辞めて、なんか、ね、猫と戯れたいみたいな感じのことをおっしゃってたんですよ。ちょっと俺は無責任すぎると思いましたね。うん。あ、立花さん的にはいい意味で言ったと思うんですよ。何のしがらみもないと。私欲もないと。私の欲望もないと。ただ、NHK から、聴衆で苦しんでる人を救いたい。そのためのスクランブル放送化を実現したい。ただ、それだけのためなんだ。俺がやってることはと。だから、もう NHK 問題終わったら、自分はもう政治家なんてやめますっていう、そういう、いい意味で言ったと思うんですけど、僕は逆に無責任だと思っちゃいましたね。だから僕は NHK 別に好きなんですよ。どちらかというと。ちゃんとした番組撮ってますし、今の時代ね、そのバラエティとかね、アホ番組とか多い中、NHK はね、奮闘してますよ。ちゃんとしたね、ニュースとか、ドキュメンタリーとか、ゴールデンタイムとかにちゃんと、クローズアップ現代とかもいろんな、ちゃんとしたものをね、流してますよ、NHK は。で、NHK が流せてるのは、受信料収入があるからです。スクランブル放送化したらそれが壊れちゃうんですよ。うん。ちゃんとした放送ができなくなっちゃう、唯一の放送が。だから僕は、あんま、壊したく、なんですよ。そこを壊したくないですよ、とか。だから、立花さんは、スクランブル放送化にして、してぶっ壊すと、あとは知りませんっていうのはちょっと無責任だと思います。僕はやっぱスクラップ&ビルドで、破壊と創造、両方ないといけないと僕は思ってるんですよ。だから僕は、NHK 愛国放送にするっていうのは、スクラップ、その破壊した上で、さらに創造する、新しい NHK、日本の国民、日本国民、日本国家の国益利益を第一に放送する、放送局にするために、僕は NHK を、スクラップ&ビルド、破壊、と想像する、しようと思ってます。でも、立花さんの、主張だと、考えだと、とりあえず潰すと、あとは知りません。とりあえず、スクランブル放送化したら、私は手を引きますだと、で、あとは猫と戯れますと。それはさすがに、無責任だと思うんですよね。うん。どうせやるんであれば、破壊して想像するまでワンセットじゃないと、うん。よく、社会にとって、悪だ、害、逆に害悪だと思うんですよね。うん。なので、今現状ね、NHK がスクランブル放送化して、で、立花さんが辞めちゃって、じゃあその後どうするのってなっちゃうわけじゃないですか。なので、立花さん、今現状の立花さん、今回の参議院選挙の立花さんを応援する、NHK が国民守ると応援するっていうことは、日本にとってマイナスでしかない。得するのは、受信料払いたくない人だけ。受信料払いたくないって人はたくさんいると思うけども、その、日本が悪くなる、ことを考えた上で、もう、払いたくないっていう人は、ね、どんだけいるかって話じゃないですか。それだったらじゃあ払ってもいいっていう人の方が大半だと僕は思うんですね。日本を反日国家にしたいとか、反日社会にしたいとか、だったら、スクランブル放送化した、すればいいと思うし、でも、自分は愛国心があると。だから、いい放送局にしたいって思う人は NHK から国民を守る党に入れちゃダメです。NHK から国民を守る党にして、スクランブル放送化されてしまうと、反日放送が増えます。で、作品の質も低下します。立花さんは、右とか左とかその思想には全く関係しませんって言ってます。それはもう政治家がそれ口出すの検閲だからっていう。だから、関与しませんと。っていう情報を僕は見てるんで、NHK、だから、立花さんも思想関係ないです。別に反日放送が流れてようが、愛国放送が流れてようが関係ないんですよ。立花さん右も左も関係ないんで、単純にスクランブル放送化して、受信料を徴収する人がもういなくなればいいって、それだけしか考えてないんで、僕はそれだけだとちょっと無責任だと思うんです。なので、もしこの動画を見てる愛国者の方は、NHK から国民を守る党に絶対に今回の参院選、投票しないでください。日本社会が、悪くなるのを避けたい。日本社会が悪化したくないっていう人は NHK から国民を守るとに、
投票しないでください。スクランブル放送化したら社会が悪くなります。今の状況だと。さらにこのガバナンスにも問題もあるし、立花さんがその権力を持つと、最初民主主義的な直接民主主義でやろうみたいなのが、今はもう俺が独裁でやるしかないと。突如独裁みたいな感じになって、こういう風になっちゃうんで、最初からさ、俺みたいにもう、俺は後藤輝樹様だぞ、ついてこい、来るだけ、来たやつだけついてこいってやってんだったらいいよ、立花さんが。立花さんそういう感じじゃないから、最初は。右も左も来てください、みたいな。いろんな人に勧誘してるわけだから。で、俺も勧誘された一人。うん。で、いろんな、で、俺だけに言ってるわけじゃないよ。別に、いろんな人に言ってるわけで、別に、俺に言ってるのも、俺に利用価値があるから立花さんが言ってくれてるわけで、立花さんその辺シビアだから。うん。俺にフォロワーがいるとかさ、政見放送好きな人がいるとか、それを利用しようとして立花さんが言ってくれてるわけだから、俺に利用価値があるから言ってくれてるわけで。でもさ、NHK から国民を守る党に入ってる人はさ、なんもない一般の人もたくさんいるわけでしょ？俺はまださ、俺を好きな人がいる、支持者、支援者がいるから、多少はね、いい風に扱ってくれるかもしれないけど、なんもない人は、だから、ちょっと、大変だと思うの。そういうことを考えたときに、俺はちょっとこの動画を撮ってね、どうして後藤輝樹は、最初は、当初は NHK から国民を守ると立花さんを応援していたけど、なぜ応援しなくなったか、今回参院選は投票しちゃいけないっていうようになったか、今ちょっと説明しました。でも、今後ね、状況が変わったりしたら、また僕は立花さん NHK から国民を守ると応援したいとも思っていますし、でも今の状況だと応援できませんっていうのが、本音です。それを黙っていることは俺は罪だと思ったんで、黙っていることの方が楽じゃん。正直。叩かれないんだから、叩かれないって、攻撃される可能性あるから、そんなさ、だってさ、口の表に見える怖さとさ、裏で何やられてるか分かんない怖さ、両方持ってる感じの組織なわけだから、何されるかもし、分かんないわけでしょ？俺がなんかされるかもしれない。叩かれるかもしれない。うん。だけど、俺がこのまま黙っていくのが罪だと思うし、ちゃんと俺は応援してたわけだから、でも応援できなくなったら、その説明する責任もあると思うわけ、俺は。だから俺は、今動画撮ってます。これ1時間も超えてますけども、声もね、もう枯れてきました。意識もちょっと朦朧とします。うん、でも、伝えなきゃいけないと思って今、なんとか今、保ててますけど。はい、そんな感じですね。もしちょっと補足あったらまた補足取るかもしれないですけど、こんな感じです。なので、今回の、参院選は NHK から国民を守る党は応援しません。なので、NHK から国民を守る党には、立花さん、や NHK から国民を守る党には絶対に投票しないでください。またじゃあ誰に投票した方がいいか、どこに投票した方がいいかって、またね、ちょっと選挙公報とか見て、決めたいと思います。まだ7月5日なんですけれども、一応事前投票、期日前投票もできてしまうので、もう早い段階に取りました。で、もうちょっと前に取ろうかと思ったんですけれども、選挙運動、落選運動も選挙運動に入っちゃうんで、公示日以降じゃないとちょっと、これ取れないなと思ったんで、ちょっと今取ってます。はい。ということで、後藤輝樹より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。そんな感じです。失礼いたします。